後田ウ作りは日本の西洋史学者である。宮城県仙台市の第二高等学校第九大校長を務めた。1878年に宮城県名取郡下増田村で生まれる。父は下増田村初代村長、後田義次を、宮城県仙台第一中学校を卒業して、1902年に第二高等学校に入る。大学卒業後、さらに、 東京帝国大学、京都帝国大学に進学した。在学中、西洋学に興味を持った。東京帝大に在学中は、新州大谷派僧侶の近住長官が、東京府東京市本郷区で主催していた、旧道学者に寄宿した。東京帝大、京都帝大卒業後、1910年に、第二高等学校に教授として務め、1932年に、 第9代校長に就任した。学校長は1943年まで務めた。学校長に就任中、徹底した教育方針が評価を受け、校大まで名校長と言われた。学校長在職中、1930年に仙台郷土研究会を地元の宮城県で創設した。 学校長を辞めた3年後の1946年には仙台市公民館館長となった。だが館長となった1年後の1947年にこの世を去った。次男の後田賢治は生物学者で二校教授、東北大学教授を経て1975年に東北大学名誉教授となった。後田賢治の妻は佐藤一郎の長女で岸信介。 佐藤栄作兄弟の名。三男の後田哲三は、無機固体化学専攻の科学者で、関東学院大学教授を経て、神奈川大学教授。礼作りの娘婿に、工学者で、名古屋工業大学学長の佐藤智を、原子物理学者で、新潟大学教授の彦坂忠義がいる。サッカー東田高は老いに当たる。ありがとうございます。